センガー・タビド・ペラル・タゲレーロは、ベネズエラ共和国から、ボボ州バレンシア出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のアリゾナ・ダイヤモンド・バックス所属。愛称は、フライト・トレイン。2004年9月26日に、セントルイス・カージナルスと契約。2006年、ルーキー級、ジョンソン・シティ・カージナルスで、プロデビュー。3試合に登板し、1勝1敗。 防御率5.00だった。2007年もルーキー級、ジョンソンシティでプレー。15試合に登板し、1勝5敗、防御率5.81だった。2008年の開幕前に放出された。2011年から、独立リーグノースアメリカンリーグのリオングランデバレー、ホワイトウィングスでプレ八85試合に出場し、17本塁打81、打点7盗塁、打率。 三百九十二だった。2012年は、アメリカンアソシエーションのウィチタウィングナッツに加入。九十八試合に出場し、三本塁打七十打点二十五盗塁、打率、三百三十二だった。2013年は、アメリカンアソシエーションのアマリロソックスへ移籍。四十二試合に出場し、八本塁打三十八打点四盗塁、打率、三百五十二だった。 この独立リーグ時代にはマクドナルドでアルバイトしてガソリン代を稼いだが変則的なシフトで激務であったと伝わる。2013年7月2日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。A 級ビサリアローハイドで51試合に出場し、8本塁打42打点1盗塁、打率346だった。2014年は A 級 モービルベイベアーズで開幕を迎え、53試合に出場。6本塁な46打点に盗塁、打率、297と高成績を残し、6月1日に AJ ポロックが故障で離脱したため、ダイヤモンドバックスとメジャー契約を結んだ。同日のシンシナティレッズ戦で、メジャーデビュー。7番、左翼で、先発起用され、4打数に安打に三振だった。 2015年は開幕スタメンこそ外れたものの、主に、ポール・ゴールド・シュミットの後の4番を打ち、打率、312、17本塁打と好成績を残した。また、リーグトップとなる13塁打を記録した。2018年は、自己最多となる30本塁打をマークし、自身初となる、シルバースラッガー賞を受賞した。 2019年は怪我で故障者リスト入りするなど99試合の出場となったが、リーグトップとなるザー6点に RNGR6.1 を記録し、自身初となるゴールドグラブ賞を受賞した。2020年1月13日に3年総額2200万ドルで契約を延長したことが発表された。2021年5月14日のナショナルズ戦で得点差が開いたため、 初めて投手として登板した。ありがとうございます。